昨日は世話になったね。これあんたが作ったの？冷蔵庫にあるもので作ったから大したものはできなかったけど、一宿一飯のお礼。すげえ、どこの嫁だよ。それなりに長く生きてるけど嫁って言われるのは初めてだな。うまっ。俺はセオコータ、あんたは？レオ、クトーレオだよ。レオ、行く場所がないならしばらくこの部屋使ってもらってもいいけど。こんな得体の知れない男を家に置くの？いや、部屋も綺麗にしてくれてるし。うまい、いてくれたら俺が助かる。おきてよしだね。じゃあお世話になろうかな。あんたは食べないのか？食事の時間が不規則なんだ。僕のことは気にしないで食べて。さすがだね、いつもと違う頼りない感じがよく出てる。強く見せてる俺の方が演じてるのかもしれないですけどね。それをさらっと言えるタスクは大人だし強いよ。せっかくこのメンバーなんだ、とことん冬組らしく繊細に行きましょう。うん、行ってきます。行ってらっしゃい。追い出すかよ、昨日助けてって言ってただろ。ごめんね。お隣さんですか？今日から引っ越してきました泉です。瀬尾です。ご丁寧にどうも。会社ですよね、引き止めちゃってすいません。いいえ、なんか困ったことあったらいつでも言ってください。聞いたぞ、行き倒れのとこを拾ったって怪しすぎるだろ。アラサー向けのドラマか漫画じゃねえんだから。ほっとけ、レオはいいやつだよ。飯もうまいしな。んなこと言ってっといつか痛い目見んぞ。どうかね、どうかね、私のサラリーマン役は。正直驚いた、こういう役もさらっとできるようになったんだな。優れた芸術家は何をしても一流なのだよ。頼もしいな。さあ好きなようにやりたまえ、我々が支えるよ。昨夜はすまない。何が？どうも最近悪夢にうなされるんだ。寝てる時多分うるさかったろ。コータは静かに寝てたよ。ならよかった。人の心配より自分の。ん？うん、体は大丈夫？会社は行ける？ああ、今日もレオの飯食ったから元気だよ。行ってくる。おはようございます。おはようございます。そうだ、瀬尾さん、平日もお休みなんですか？昼間にも隣から物音が聞こえるので。ああ、いえ、ちょっと友達が泊まってるんです。そうなんですか、お友達が。どうだ、紬から見てみんなは？シンプルに尊敬してる。どんな細かい演技も受けて返してくれるし、みんなの演技も本当に多彩で面白い。たく、一番やってるやつがそれ言うかよ。俺たちは冬組に出会うために芝居をしてきたんだね。だな。おい瀬尾、顔色悪いぞ。ちょっと今日は寝不足かもな。今日だけじゃねえよ、ここ一週間ずっとだぞ。一週間って居候が来たからだろ。やっぱそいつおかしいよ。レオのせいじゃないって。いや怪しい、一回会わせろ。いい寝床を見つけたじゃないか、僕にも分けてくれよ。彼はそういうのじゃない、干渉するな。冷たいんだな。
僕と君の仲でしょ。量がそれだけなら帰れフランツ。お前が何にうつつを抜かしてるか知らないが、僕たちは所詮わかってる。太陽の光は強すぎる。それでも光には憧れてしまうだろう。闇も意味嫌うは人間の弱さだよ。願ってしまうのさ。あれ、レオ、あれは誰だ。あいつがソロか。やっぱ絶対怪しい。そんなやつじゃないって。おい、レオ。コータ、あいつか。確かにいい体だね。フランツ、場所を変えよう。逃げた。さてはあいつら犯罪組織の一員とかだろう。いい加減にしろ、野々宮。でも、なんで無視したんだよ。家にいさせてるのもずるいのかもしれないな。いるのが当たり前になってる。偶然出会った見知らぬ男なのにずっと一緒にいたいんだ。君、あまり血を飲んでないね。家に泊めてもらってる上に本気では吸えないよ。そのための人間でしょ。いいから早く吸いなよ。君が死ぬよ。僕も初めはそのつもりだったさ。なんで黙って逃げちまうんだよ、レオ。この町まで追っ手が迫ってる。僕はそれを伝えに来たんだよ。感謝する。あの家を出ない気？さすがにもう。大丈夫、大丈夫だよ。君に会えてよかった。だから最後にするよ。君の血が欲しい。君の血が誰より欲しいんだ。世話になったね。長居するつもりじゃなかったんだけど、つい居心地が良くて。そんなに焦って出なくてもいいのに。俺も助かってたし。そういうわけにもいかないよ。住むところ決まってるのか。まあね、コータ、ありがとね。あ、泉さん、おはようございます。お前、引っ越されるんですね。それじゃあこれ、僕からの選別です。コータ、下がって。泉さん、残念だな。少しの間だったけど、お隣さんだったわけだし。おい、あんた何してんだ。汚らしい夜の一族よ。我が決命の掟にのっとり、何しよう排除する。どけ、君も殺すぞ。やめろ、コータは関係ない。ずいぶん親しげなんだな。人間は食事に過ぎないくせに。食事？何を言ってる。そいつは吸血鬼だ。人間の敵なんだよ。吸血鬼。レオが。コータ。じゃあそいつを渡してもらおうか。血の眷属になり下がったから。いいだろう、二人とも送ってやる。あらら、ご商売に預かろうと思ったのに貧乏くじ引いたな。仕方ないから手貸してあげるよ。吸血鬼のおめ。すごいね、ひとかくん。稽古の時よりもさらに動きが洗練されてる。考えなくても
体が勝手に動く。なんでかはわからないけど、ひそか君の過去に関係してるのかもしれないね。アズマみたい、俺もいつか向き合いたい自分の記憶と。まだやる？人間は貴様らには屈しない。白き刃が必ず貴様らを裁く。レオ、レオ。そいつは僕に任せてくれるかな。だけど安心して、僕たちは同類なんだ。わかった、レオを頼む。素直だね、いい子だ。ごめんなんてもう言わなくていいんだ。俺の血なんかくれてやる。だからお願いだから、生きてくれずっと。お前を失いたくないんだ。コータは無事だよ。さすがに彼に血を分けてくれとは言えないだろ。ありがとうフランツ。バレたからにはもうここにはいられない。すぐに次の追っ手が来る。僕たちが何をした。人より少し長く生きられるだけだ。異端は排除する。それが人というものさ。レオ、お別れだコータ。君に会えてよかった。事情はもう分かった。出ていく必要なんてない。君のような人間がいるなら、退屈な生にも意味があると思えたよ。ずっとそうして一人で生きていくのか。それが僕らの宿命なんだ。だったら俺も連れて行け。何を。道連れになってやるって言ってんだ。吸血鬼にでも何でもなってやる。今まで踏み込まなかった、踏み込めなかった距離、勇気を出して踏み出したら、今まで以上にみんなとつながれた気がする。ありがとうコータ。その言葉だけで僕は。本当は首筋を甘く噛んで、赤い血と戯れたい。本能が叫ぶのに耐え続けていたんだ。もし君が嫌なやつなら、その全て奪ったのに。喉が渇くほどに心は潤ったから、優しく響く君の寝息に、僕は孤独を恐れ始める。人にかぶれた自分生きてっか、セオちゃん。うんだよ、ただの寝坊かよ。無断欠勤するから心配したわ。レオ。レオ？あ、これは？置いてかれた。おい、大丈夫か？